多摩川沿いにちっちゃい三角公園みたいなのがあって神社みたいな ちっちゃい祠があるんですよね。そこの前に人だかりができてるんですよ。なんだろうっつって見かけたら原田泰造さんがドラマ撮ってたんですよ。でうわ本物だってなって泰造さん自己紹介してって言ったんですよ。ビーチで座るみたいな布でできた椅子みたいなのあるじゃないですか。あれからパッて僕のことを見て立ち上がって、はい、曲がったことが大嫌いってやってくれたの。優しい。うわーと思って、かっこいいと思って帰り際にその祠の上に持ってたドリンクを置いたんですよ、うんうん、祠の上に物置いて大丈夫なのかなって、うん、確かにちょっと思ったんですよ、うんうん、テーブル代わりに使ってみる、うん、大丈夫なのかなと思ったら泰造さんその椅子に座った瞬間にバーンって壊れて、うわあれって祠の仕業なのか、確かに、はあ、美味しかったのか天罰なのか、うん、